さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。本日はマグネットジェルとフラワーアートの組み合わせをやっていきたいと思います。こちらのマグネットジェルを塗ります。マグネットを当てます。硬化します。グラデーションジェルで少しぼかしを入れます。硬化します。ホワイトでお花を描いていきます。使ってる筆はこちらのブルーシュの407です。小さな花が描きやすいですよ。硬化します。中心に水色を重ねてぼかしを入れます。硬化します。花びらを重ねて描いていきます。硬化してからまた中心にぼかしを入れます。硬化します。花の中心に少しマグネットジェルを入れます。マグネットを当てます。中心に花芯を入れます。硬化します。花の周りにマグネットを足します。少し花にかぶっても大丈夫です。マグネットを当てます。
化します。ノンワイプトップコートでコーティングします。硬化します。お花の上に少し滴を垂らします。硬化します。完成です。キラキラ光る冬っぽいフラワーアートになります。キラキラ光って可愛いですね。ご視聴ありがとうございました。フォローいいねもよろしくお願いいたします。次回も見てね。